第7章マジマゴロ。えっ、何それ、気になる。そうか、わかった。来た、ゴゴロ。浜崎、こいつが噛んでるのか。どうやら神田の組が4代目に勝ち込みかけられたらしい。それで組の上層部は壊滅状態。たった一人で神田とやり合うとはさすがだな。いや、当たり前だろ。堂島の竜の名は錆びついてねえようだ。お前上からがムカつくな。強いのかお前は。なんだその高級そのタバコ。どうやら桐生さんは例の沖縄の一件で動いてるようだ。あんたがこの計画に乗ってるという情報を掴んでいるかもしれん。誰？ごっつ、ライターごっつ。何そのライター。手榴弾ライター。そうなら次に桐生が攻め込むのはあんたのところだ。誰？真島さん。沖縄のリゾート計画、あんたに紹介したのはこの俺だ。違うな。リゾート建設に関わる利権、あんたの組に入る金は1000億はくだらない。全然吸ってないやお前。今俺らの中で6代目を弾いた可能性が高いのは間違いなくあんたなんだぜ。早くいいよ、見せて。マジのお兄さん。はあ、やっぱり。俺はカムロ町をこの手に収めたい。それがどういう意味か分かりますよね。やっちゃえよ、真島さんも。今、桐生さんに暴られたら一番困るのはあんただ。死んでる？やり方は任せます。死んでる？後始末くさそう。しっかり頼みました。くさそう。やめて、その至近距離でタバコ吸った後の息吹きかけないで。副流煙になるでしょ。臭くて死んだって。こう見えてもう死んでいますみたいな。もう一件行きましょうよ。え、おい、おい、おい、何やっとんねん、力也。兄貴もまず飲みましたよ。何やってんねん、お前。全然参加しないからやけ。キリュウ、とんでもない情報が入ったぞ。今日の夕刊です。何？うちの政治部のスクープです。ついに防衛大臣のタミヤが民事党と沖縄県議会をまとめたようなんです。ちょっと何言ってるか分かんないけど。基地拡大法案の成立は確実ってことか。まずいね。基地とリゾートはもともとワンセット。つまり壊される。基地が動き出したことでリゾートの開発も一緒に動き出したってわけだな。まずいな朝顔。これでどうしてリゾート開発が再開されたのかが分かりましたね。全然俺は分かんないんだよ、ね、ところで桐生、このリゾート開発、裏でとんでもねえ奴が絡んでるようなんだ。誰ですか？政治部の記者宛に届いた情報です。匿名の情報筋からこんな写真が。何？これは何？どうやら鈴木が仕掛けているリゾート開発、裏で建設の利権を得ようとしていたのがあの真島組だ。真島さん。しかし、まさかあの真島が今回の行き絡んでるとは意外だったな。いや、信じがたいぞ俺は。真島が首謀者じゃねえにしても、こうした事実がある以上何かしら関与してることは間違いねえ。堂島大会は柏木の私有権をもしかすると。いや、ありえねえよ。いや、それは絶対にない。しかし桐生、奴だって極道だ。堂島大会は柏木と意見が割れたら引かねえことだってないとは言い切れないぞ。伊達さん、分かっていない。あのね、真島さんはね、まあ、確かにね、頭にイカれてるけどね、こんなイカれ方はしない。そんなはずはない。2年前、真島の兄さんとは俺と約束してくれた。その約束を反発するような極道じゃねえ。俺はそう信じている。お前が真島を信じたい気持ちはわかる。だがな、キリア、
もし真島が今回の黒幕だったらお前どうするつもりだ。その時はこの手できっちりと落とし前をつけるさ。たとえ相手があの真島の兄さんだろうとしてもな。キリュウ、真島に会いに行く。待てキリュウ、真島が味方かどうか分からないんだぞ。だからこそだ、言ってはっきりさせてくれ。お前伊達さん、真島組はまだ寮の河原にあるのか。ああ、まだあそこに組を構えてるはずだ。表向きは建設予定地なん、ただの高地だから。入り口も変わってね、公園のベンチのままのはず。わかった、行ってくる。気をつけろ。油断すんじゃねえぞ、キリュウ。ああ。いやー、真島さん、ないだろう。真島に限っては。俺はアリエッティだと思うぞ、そこは。そこはさすがに仮暮らしのアリエッティだと思うぞ。まただ。なんだ、今度は。またマックです。もう。おもちゃ屋さんって知ってますか？当言ってるショップのことね。公園前通りにあるけど、いつも店の前でパパにおもちゃをおねだりする子供いるよ。パパはいつも拒否ってるけどね。まねえ、ないのかなっても親切で買ってるのかなってパパにすごく怒られたね。あいがぶっ殺そうと思ったよ。人の駅に一生生きる方針をくじゃ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 はい、わかりました。あったら見てみます。はい、それだけです。入り口の近くまで来たんだけど、今思ったけどさ、これ公園の近くでさ、さっきマックがさ、典型ある場所さ、なんかダダこねてるのって公園前って言ってたよな。でね、ちょっとチラッと見たらね、あそこにめちゃくちゃダダこねてそうな子供いるんよ。多分これかな。あった、これだ。ん、ここだ。なんだろ今回。いや、あそこでは売ってないんだよ。嘘だ。おもちゃ帰ってるね。あそこはそのおもちゃはおもちゃでもだな。いや、買ってあげなよお父さん。売ってないんだよ。ちょっと早いな。ちょっと早い。あ、大丈夫か。どういう始まり方。やばい、ダメだ、そこだけはダメだ。ダメだお父さん。まずい、まずい、まずい。ここで、父親は寝転んだ子供に完全に出していたのは、子供の寝静さをなくした動きは読めないな。お父さん用の見せられることを説明する。これじゃないか。ひらめいた。きたー、ひらめいた。よかった、やっとひらめいたわ。久々のひらめき。はいはいはい。いや全然関係ないって。それはおもちゃ違いだ。典型が来た。俺は子供の頃何かをねだる相手がいなかった。だから正直無邪気におもちゃをねだれる子供が少し羨ましい。典型は踏んだり蹴ったりのおじさんではなく、子供の暴れっぷりだからひらめいてしまった。おじさん不謹慎ですまん。ふざけ。ダメだ。まだ早い。ここでわかるだろ。夜のドキドキワクワクアダルトグッズが置いてるんじゃ。お父さん止めろ。早すぎる。では行くとするか。久々の真島五郎にご案内。さあ行くとするか。久しぶりの真島さんだからな。今はまだ真島の兄さんが敵か味方かもわからない。用心するには越したことはないな。まあ準備万端、オールオッケー、行きましょう。出た、懐かしい。まさかだよな。さあ誰がいるかな。誰もいない。見事に誰もいない。アリ一匹もいない。あった。あんな堂々とあった。いや、どうなってんだこれは。あれ、誰もいなそう。
ご用の方は007まで。え？なに、しゃべくり参加券的な？つまんな、俺。つまんな。かかるのかね。はい。騙された的な、騙された的な。何の時間？どういうトリックですか？すいません。え？いや、A しか出てこない、さっきから。真島さん、もうやめてよ。真島の兄さん。すまんの、キルちゃん。驚かせてしまう。いや、驚かせすぎな。これは。ま、俺なりの防御策や。ほう。最近は危のうて、堂々と事務所構えることもできへんからな。構えてるけどね。ようこそ、真島組。ま、地下でゆっくり話でもしようや。あ、なんか大丈夫っぽい。素晴らしい、素晴らしい焼き方だ。うん、いいぞ、真島組。素晴らしい、素晴らしいぞ。うわ、懐かしい、懐かしいの。こっちや、ついてきや。よーし、真島さん、俺についてこい。ついてきーやって、俺にな、俺についてきーや。誰が真島さんについていくか、ボケ。立場を分かってないのがって言うながら、こっちでしょ、どうせ。はい、失敗。え、寂しい、こんな寂しいとこじゃなかったべ。なんか全然誰もいないんだけど。あの、真島さん早く来てもらっていいですか？すみません、ここで待ってます。多分ここでしょ、ここだよね、きっと。すいません、真島さん、どこです？あ、遅いの、止まってるし、止まってるし。そっちかーい、そっちかーい、そっちかーい。めちゃくちゃ全力のそっちかーい。ここや、キリュウちゃん。ちょっと待って、あっちかと思ったわ。ここはご覧通り、今は疲れてへん。まあ静かなもんや。中で話そうか。はあ。ああ、闘技場だ。なんでわざわざこんなとこで。懐かしいの。2年前まではここで俺も戦っとった。あ、そうなんだっていうのは知ってるわ。そういえば、キリュウちゃんとも叩こうたな。今ここは、ああ、もう1年前くらいから閉鎖しとるわ。いろいろ別の仕事が忙しくなって思ったからな。沖縄のリゾート開発のことか。もう知っとったんか。マジモ兄さん、どうしてだ、あんたみたいな人がどうして沖縄のリゾートの権利なんて。本当なのそれ。嘘、ショック、王子ショックです。大吾のためや。大吾のためだと。そうや、大吾のため、どういうことだ。なんとかして大吾のやつを楽にしてやろうと思って俺あの話に乗ったんや。だが大吾は最後までリゾートの土地買収を拒んだ。その結果撃たれることに。俺もな、正直わけがわからんねえや。真面目な兄さん、沖縄のリゾート開発、あんた一人で描けるような絵じゃないはずだ。まあ、真島さんでも頭言うからワンチャンかけそうだけどね。誰か他にこの話噛んでるやついるんじゃねえか。いるな。どうして何にも答えないんだ。教えてくれ。うわ、拳出たこれ。キリュウちゃんよ。はい。こんな俺にもな、極道としての筋っちゅうもんがある。いや、真島さんもありますよね、知ってます。たとえ俺がそいつにはめられたとしても、
ただで口割るようなことはできへん。え？え？え？は？ええー！どっから？どっから湧いてきました？すいません、どんなトリック使ったんでしょう？すっげえ、マジマさん、あんたマジシャン？指で鳴らすと人出てくるようなマジックできるようになったんで、この2年で。いや、ネクタイの飛ばし方くせえ。ついにあの伝説の男たちがリングの上に戻ってきました。マジで急に。そういうことか。俺の口を割らせたかったら喧嘩で白黒つけてから一瞬やないか。やっぱりそう来るのか。マジマさんっつったらやっぱそう来なくっちゃな。でもそうだったな、俺らはいつもそうやって生きてきたんだ。あ、キリュウ君もノリノリです。脱がせていただきましょう。闘技場の絶対王者、大島の竜、キリュウカズマ。はぁー、石岩の魔王、石岩の魔王、大島の頂点こと闘技場の帝王マジマゴロ。石岩の魔王、そんな中二病みたいな名前ついたの。怪物2人、果たしてこのリングで生き残るのはどちらの怪物か。やば。いやー、キリュウちゃんはずっと変わらんな。ほら、嬉しいで。ああ、そうだよな。やっぱり俺らにはこのやり方がお似合いや。ああ、そうだな。仲いいな。手加減はなしや。思いっきり行くで、キリュウちゃんや。はい、かかってきなさい。ゴングです。しゃ、来いよ。来た来た来た、盛り上がってきましたよ。マジマさんとやるっていうのはもう話が違ってくるからね。いいか、よっしゃ、オッケー、あぶれー、ギリギリ、やっといけたわ。よし、今までで全然いけなかったね。今までで1回も成功したことないから、これあのゼロゲージから1回も成功したことないから、めちゃくちゃ嬉しいです正直。あとはここはノーカットでお送りいたしたいと思います。僕がね、どれだけね頑張って戦ってたかね、ちょっとだけ見せましょう。はい、あのすんごい強いです。正直ラスボスでもいいんじゃないかなと僕は思ってます、正直ね。ですけど、真島さんをラスボスにしちゃうとそれは竜のごとくの終わりだと思うんで、竜のごとくの最終回は私は真島さんと決着をつける、それが最終回だと思ってます。だけどここで戦う真島さん、こんなに強くなくていい、正直な、正直こんなに時間を取りたくなかった。なんでこんな強いんだ、わけわかんねえじゃん。え、なに、ラスボスってもっと強いってことじゃんってなるよ。ほら、もう全然当たんねえもん、ぜーかーと思うちゃう。うこ、あ、疲れてる疲れてる、頼めな、やったー、オッケー。よし、勝者、キリュウカズマ。めちゃくちゃ強かった。やっぱりごっついな、キリュウちゃんよ。あれだ。おお、やっぱこの二人だよな。やっぱこの二人つけるよな。約束や、ゆっくり奥で話でもしようか。ああ。やっぱこの二人なんや、竜が如くは。第八章、絵図を描く男。ほう。俺を鈴木っちゅうおっさんに引き合わせたのは浜崎や。やっぱか、やっぱ浜崎なんか。ああ、やつは1年前、東上会が沖縄リゾート開発の土地買収に関わってることに鍵付け、利権を狙ってたんやが、大が沖縄の土地買収から手を引いてしもた。それを聞いた浜崎は陰で鈴木に近づき、浜崎組が東上会に代わってリゾートの土地買収を引き受けると申してたんや。勝手
手なことしてくれますね浜崎さんは。ほんまにそうならリゾートに絡むいろんな利権が浜崎の手に入るわけやからな。そして真島組には建物の建築に絡んだ利権を。そや、でもどうしてそんなうまい話をわざわざ俺のとこへ持ってきたんかわからんかったんやが。いやーこれではっきりしたわ。どういうことだ。キリュウちゃんが見たっちゅう俺と鈴木が一緒に写ってる写真、あれはきっと浜崎がリークしたもんや。何のために。あの写真があれば登場会側で鈴木とつながっとんは真島組っちゅうことでオチがつく。確かにな。それがもしスキャンダルになって逮捕者が出たとしても鈴木と俺、その後浜崎はやりかけたリゾート開発を一手に引き継いで大儲け。そんなとこちゃうか。うわーやっぱりあいつ頭脳派なんだね。なかなか食えない男だな浜崎というやつは。そうや、それにやつにはもう一つの狙いがある。別の狙い。ああこの間やつに会うとった時、カムロ町をこの手に収めたい、それがどういう意味かわかりますよねなどと抜かしおったわ。似てますな浜崎さんの声まで。浜崎は今回のごとごとに落ちてうまいことカムロ町を乗っ取る計画を立てとる。あいつが乗っ取れるわけないじゃん。なんであいつが乗っ取れると思ってんの。カムロ町は大吾が撃たれた後柏木の親父もやられた。あの甲田も桐生ちゃんに組み潰され、今カムロ町はガラガラや。確かに結構バラバラになっちゃったね。もしかしたら浜崎は最初からこうなることを想定して絵を描いてたかもしれん。つまり奴の最終的な狙いはカムロ町の転居、それに登場会の七代目か。なるほどな。それだけじゃねえよだぜ。この声は、うん、懐かしき地下、地下に地下のやつってことはまさかと来ました。肌や久しぶりじゃねえか桐生。いや久しぶりだな花や。発音違ったわ俺。本当に久しぶりだな。ああまさかあんたがまだここで情報屋をやってるとはな。ふん、今度真島さんにお願いして場所の勘取りをしてるわけよ。2年前の構想の後俺たちは行き場を失っちまったからな。なるほどな。でさっきの話なんだが、ああ浜崎の本当狙いだが、あんたなんか掴んでるのか。ああどうやらやつ浜崎の最終的な狙いはあのリゾート全体を中国に売り払っちまうかららしい。中国に。どういうことだ。これを見てくれ。え、おい誰。今知ってる感じのリアクション取っちゃったけど誰これは。そうだ、お前さんが4年前に潰したあのジャカの総帥ラウカーロンだ。待って、え、通貨極み2出てきたやつか。どうしてラウが。やつは4年前の事件の時死んではいなかった。日本から姿を消し本国に帰って復活の機会を狙っていた。そこで目をつけたのが当時横浜の市街を仕切っていた登場会の三次団体浜崎組だったんだ。浜崎はジャガのバックアップを得て横浜全体を制圧、その功績を買われて一気に直系の若頭補佐まで浜崎組はのし上がった。次の写真だ。うわこれリークしちゃおうぜ。これこれは何の写真だ。テーブルの書類を見てくれ。ん、なんかすごい、なんかすごい文章、なんか手紙、ラブレターみたいな文章を書かれてるやつあるよ。これはジャカと浜崎組との間で交わされた沖縄のリゾートを絡む契約書だ。なぜ浜崎がこんなものを。浜崎はリゾートの地下に極秘裏に地下カジノを作る計画だったらしい。地下カジノ。その経営権をジャカに任せるといった内容がその契約書には書かれている。ってことは何、ジャカはカジノ好きってこと。え、つまりそういうことだよね。どうやら浜崎は相当あの鈴木って政治家に食い込んでいたみたいだな。一回の直系組織はここまでの絵を描いていたとはな。正直この俺でも予想はできなかった。まさかここまで浜崎が動いていたとはな。だが花屋、あんたがどうしてここまで浜崎の動きを追ってたんだ。実は半年前ある人間に依頼されたんだよ。依頼？誰にだ。堂島大吾だ。なんやと、大吾があんたに依頼？つまり大吾は
もう最初から浜崎をもう完全に裏切ると分かってたんだ。どういうことなんだ。本来情報や依頼人に情報を教えられないんだが、大吾もあんなことになっちまったんだ。仕方ねえ、話してくれ。実は大吾は1年くらい前から登場会内部に裏切り者を探していた。1年くらい前からもう探してたんだ。裏切り者。ああ、例の沖縄のリゾート開発、裏で政治家とつるんで動かそうとしている奴がいると。それで俺は大吾と協力して各直系の組事務所や根拠としている場所に徹底的に調査員を送り込んで情報を仕入れた。それでこの写真か。なるほどな。すげえな花屋、マジで何でもできるな。ああ。じゃあやっぱり大吾は柏木の親父を引いたのも浜崎の仕業やったんか。かもしれない。かもしれん。違うっちゅんかい。大吾が撃たれた後、この一件が気になってもう一度調べてみたんだが、そうしたらある男に出くわした。なんだ、誰、これを見せてよ早く。驚いたか。まあお前にとっちゃ一番ゆかりのある人間に売り二つだからな。やっぱり来たか。ここで何か匂うな。お風呂入ってないんちゃいます、花屋さん。それ違うか。でここに繋がると、一体この男誰なんだ。めちゃくちゃそっくりだよな。なんだこの絵は。どういうことなんだ。ボス、カムロ町におかしな連中が。いや、いっぱいいるだろ。おかしな連中はカムロ町に。ないない。おかしな連中だな。おかしすぎ、おかしいね。おかしすぎるわ。バチガイだわ。ラウ・カーロ、やばい、バチガイのやつら来た。まずい。いや、これは違うわ。多すぎだし、剣と槍がカムロ町にはないって。おかしすぎるよ、この人たちカムロ町に現れるのは。えぇ、おい、よさまし、把这个男的给我找出来。是。リキア？なんで？なんでなんでなんで？キリュウ、こいつは。え？リキア。なんでなんでなんで？どうやらラウはジャカの連中を使ってお前の相方を探し回ってるらしいな。まずいまずい。リキア、無事でいてくれ。いや、まずいって。リキア、リキア、もしもし、リキア、俺だ、キリュウだ。ああ、兄貴、どうしたんですか。お前何してた。お前、今どこにいる。え、間違えてバルボタン押しちゃった。え、いや、起きたら兄貴がいなかったんで一人で街をぶらついてるんですけど。ああ、なんだあれ。あ、どうした、リキア、何かあったのか。リキア、動くな、そこで。あれだろ、お前。ダメだ、喧嘩打っちゃダメだ。お前じゃ勝てない。え、リキア？いや。もう、だから言わんこっちゃない。無理だって、リキア一人じゃ。おい、リキア。いや、うまい具合に切るな。リキア、情報をくれ。やばい。リキアが危険だ、助けに行かなければ。リキア、リキ、どうやって出んだこれ。すいません、外に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 。あー、猿みたいな声が聞こえますね。すいませんが、私の弟分、無傷でいるんでしょうね。あんたたち、リキアになんか一歩でも触れてみろ。いや、触れたと思うけどね。うわーっつったから。触れたと思うけど、二歩触れてみろ。この兄貴分の桐生一馬とこのバカオチが許せてはいけません。おい、リキアとラウはどこにいる。知らない。なんだ、本当総帥の居場所を幹部しか知らない。幹部だ、多分この先に来てる。目立つ格好してるからわかる。クソ、幹部を見つけて話を聞くしかないか。んだよ、じゃ雑魚キャラがこっち来んじゃねえよ。おかしいだろ。おい、いるな。もうよーし、あっちがなんか持ってんならこっちも自転車持ってる。威嚇じゃ、威嚇。しゃー、
シャー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 うわここかいたあったあったあったここかそこをどけラウに合わせてもらうんだよもう色が違ったら幹部だけど幹部っぽくねえんだよもう弱い幹部が弱いやっぱ服着てるだけ違うのそれだけ幹部の分かる特徴力也力也力也ああみんな見てくれてどうもありがとうチャンネル登録はこちらからネクスト次回のお話はこちらから見れるよまたねー。